口金でこなしてたら。先生やったらいつも何で最後や答えはる。え？いや、条件読んで、だいたい型落ちで、型落ちの最後手でやったり。本焼きの量減ったやつでもそれは。値段聞かずに いくらか俺絶対まだ肩打ちてるの捕まんレベルの請求書まだちょっと柔らかいね杉田さん肩打ち高いと思うおーすげえな何万ぐらい3万ぐらい白いな、うん、いいじゃん2? 高っいいじゃん何すんで 2? 何すんで 2? まあちょっと柔らかいんでねまあ、こんな感じですわね。はい。うまく聞かせてます。はい。という感じです。まだもう一回押さえるからね。